はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の三河です。コロナウイルスで卒業式と卒業パーティーが、中止になりました。で、皆さんも、自宅で、こもっている学生さんも多いと思いますけども、こういう時こそ、まあ、勉強しましょうということで、今日のテーマはですね、角型交換の柱はどうするのですかという話です。角型交換、まあ、霊感整形角型交換って言いますけども、の柱をどうする、今まで話したルート1、ルート2、ルート3の続きです。で、ここもよく一級建築士の試験に出ますので、最後まで聞いてください。で、復習ですけども、耐震計算ルートって言いますね。これルート1、ルート2、ルート3、まあ、単に計算ルートとか耐震計算ルートで、一次設計の場合はですね、風とか雪とか入りますけども、二次設計ですと基本的には地震の話ですね。で、まあ、地震が一番強い力を出すことが多いので、基本的には地震ですと。で、ルート1が共同型ですね。ルート1、まあ、一番簡単な、まあ、小さい建物。で、ルート2が強度プラス人生です、これ。で、ここでバランスを見ますね。合成率は変身率。で、合成率が高さ方向のバランスで、変身率は平面方向のバランスということです。で、ルート3が人生型っていって、保有水平体力計算ですね。保有水平体力計算、これ何度も言いましたけども、ここをよく覚えてください。ルート3です。で、基本的にはこれが二次設計、ここが二次設計と言われているところで、まあ、これもまあ講義には二次設計ということです。で、人生型で建物のエネルギー吸収能力が地震のエネルギーよりも上回っていると、そのように設計するということです。まあ、そのようにこれを確認するということです。で、ルート3はですね、 C0 が 0.2、 C0 というのはこの G の何倍かという数字ですね。で、一次設計の許容力度計算では 0.2 または 0.2 以上ですね。法律的には以上になってますけども、まあ、普通これ 0.2 で計算してしまいます。で、相関変形角も 0.2、 これ間違いやすいですね。二次設計なので、まあ、二次設計なので、1ではないかと思われちゃいますけど 0.2 ですね。相関変形角は 0.2 で計算で、保有水平体力が1で計算と。そうです、これが1で計算、これ非常に強い力ですね、 1G と。で、このルート3は31メーター超えた場合に必ずこれになると、保有水平体力で、31メーター以下でもですね、こう、合成率変身率が規定に入らない場合はこっちに入ると、あるいはルート1でもですね、こっちを取ってもいいということですね。まあ、これがメインということです。で、これがサブということで、割と楽な方ですね。まあ、あんまりこう面倒くさい計算しなくてスッていけてしまうということです。ただし、まあ、いろんな条件が、これから説明するいろんな条件がつきます。で、これも復習ですけど、ルート1では 0.3 以上にしなさいと。これ鉄骨像の場合ですね、S 像の場合。で、まあ、こういった条件がつきます。13メーター以下、9メーター以下という条件がつきますけども、高さ13メーター以下、軒だ9メーター以下とか、階数とかの制限がつきますけども、地震力の割増で C0 が 0.3 以上です。で、これで許容力度計算をしなさいということですね。ルート1の場合ですね。これはこの 0.3 覚えてくださいね、試験に出てますので。で、この 0.3 の覚え方、まあ、これしつこいですけど、国道1号走るのはおっさんばっかと。で、ルート1って言いますよね、1号線で走るのは車なので鉄骨と。で、おっさんで 0.3 と 0.3 以上ということです。で、ルート1、ルート2は、筋替えの端部と接合部、端張りし口部の破断防止で、保有体力接合、これ前回やりました、保有体力接合ですね。これ筋替えパカンと取れちゃうと、まあ、こう降伏してビヨーン、降伏っていうのはこうですね、ここフックの法則から、これパンツのゴム状態ですよ、フックの法則、ここからこう、ここが降伏ですね。ここからグネーって横に伸びて、あんまり力がなくなる代わりにこうグネーって伸びていく、ここでエネルギー吸収できるんですけども、でその状態になる前にこれパカッと取れちゃうと非常にまずいということなので、破断防止ということです。そしてここのくっついてる部分がですね、頑丈にできてると、まあ、柱張りの接合部もそうですね。接合部の仕口が取れちゃうと話にならないですよね。まあ、木造でもそうですけど、こっちもそうですね。ここの接合部、筋替え、ブレースの接合部が取れちゃうと、ブレース効かないじゃないですか。で、ブレース効かせるためにこのような、規定があると。で、これは 1.2 も、出てますので覚えてください。軸部の降伏体力、ここですね。ここ、降伏。で、体力っていうのは何でか、まあ、降伏点って言ってもいいんだけど、軸全体の降伏点ですね。なので、これに断面積をかけるということです。軸、このブレースのこの断面積をかけて全体の力を出すと。で、
ですね。それの 1.2 倍ここが、持たないといけないと。破断体力ですから、一番てっぺんですね。破断体力だから、こういくてっぺんのところは、これの 1.2 倍欲しいということですね。で、この接合部も、まあ、断面積で、掛け算するということになりますけども、まあ、接合部もちょっと大きめに取りますよね。大きめに取って、ガセットプレートでちょっと大きめに取って、作りますと。で、それで、耐えるようにするということですね。で、1.2 倍です。これ 1.2 を覚えてください。ルート1、ルート2なので1.2ということですね。で、これはこの本から引用させてもらいました。この本ですね。前回も言いましたけども、まあ、告示集みたいな感じ。で、告示と、それが解説が載っています。で、建築物の構造関係技術基準解説書と。そうです。将来、構造やる人はこれ必ず買って、読み込むことをお勧めしますけども、まあ、1級取って衣装だけやりたいとか、まあ、とりあえず、簡単な部分だけやりたいって場合、これ買う必要もないです。で、発生もしますし。で、これ、年度によってちょっとずつ、今度いつになるか分かんない。これが最新刊ですけども、今度いつになるか分かんないですけど、告示が変わった時に出版されるんで。で、告示もちょこちょこ変わるんですよね。ルート1、ルート1、1の1、ルート1の2、ルート2、ルート3。これ縦にこう、ルートが来てますけども、1、1、2、3と来てますけども、これ S ゾーンのやつですね。S ゾーンのルートで、耐震計算のルート、耐震計算のルートで、RC のやつはですね、ルート2が、まあ3つあったんですね。3つあったのが、最近の改正で2つになったんですね。で、そういうのもあるので、結構大変、っていうのは大変ですね。毎回この大きい方を買ってると大変ということになりますね。で、これで、これは復習になりますけど、0.3、0.3。C0 が 0.3、0.3。これ、1の1と1の2ですね。0.3、0.3。これ覚えてくださいね。で、筋回端部の、こういう、ここには書いてないですけど、保有体力接合ですね。保有体力接合。体力を保有する接合部ということで、保有体力接合。これとこれとこれ。ルート1とルート2。こっち側がルート1で、こっち側がルート2ですね。保有体力接合。筋替えがパカッと外れないということですね。で、今回やるのはここですね。冷間成形角型交換柱。交換の柱の応力はありますし。応力はありますし。これ体力比確保等となってます。要するに冷間成形角型交換についての話が、ルート1とルート2では出てます。まあ、ルート3ではこう中に入っちゃってて、見えないですけども、そういうものも当然考えることになるんですけども、こちらが最低限です。こちらも全部計算すると。で、こちらが最低限のことをやりなさい。これぐらいはやりなさいということが書かれています。で、筋交いの端部と接合部もですね、これ、地震被害によってこれどんどん足されてきたものですね。で、筋交いが抜けて倒れちゃったっていうのとか、あとまあ、ここ、中脚部、柱のベースのところがパカッて外れたり壊れたりして、破断してこう倒壊するっていうのが阪神・淡路大震災で結構、見られたので、そこをしっかり計算するようにというふうになってますよね。で、今回この冷間成形角型交換についての話です。で、それどういうことかというとですね、冷間成形で、冷間っていうのはですね、常温ってことです。冷間は常温っていうんですね。ですから、ここの室温ってことです。室温で、成形するってことは、これ板をこうグーって曲げて成形するということですね。これだから圧縁でピューって出せなくて、パイプの場合ですね。こうやって成形したりすることがあると、でかいやつがそうなってると。で、角型交換、まあ、この角ですね。角っぽく作るということです。で、BCR、BCP っていうのがよく出てくる規格で、これは大臣認定の規格、JIS ではなくて大臣認定の規格で、ボックスコラムロール。この R はロールですね。この、ちょっと厚めの、かなり、まあ、ちょっとじゃないですか。かなり厚い板をぐーって曲げて、まずここで溶接して、それからぐーっと押していって、ここ、角を作ると。で、角型にするということですね。まあ、丸い方より角型の方がですね、構造的には有利ですね。この部分がフランジっぽくなって、まあ、H 鋼のフランジみたいになって、こう曲がるときに、こっちが圧縮、こっちが、こう曲がるときにですね、こっちが圧縮、こっちが引っ張りに効くわけですから、丸だとですね、丸だとこう、その効く部分が少ないんですね。なので、こっちの方が、曲げには有利ですね。で、BCP はボックスコラムプレスって言って、まずプレスしてガチャンガチャンってこう、やってからここ、溶接するということですね。まあ、これよく使われますね。建築に。BCR、BCP ですね。で、この後ろにですね、数字がつくんです。数字。
その数字の意味も覚えておくといいかなと思います。BCR とはというと、建築構造用冷間ロール成形交換ですね。冷間ロール成形交換、まあ、冷間成形交換とも言いますけど、ロールがつくのはここの部分ですね。で、びっくり成形で覚えると、びっくり成形 BCR、 びっくり成形で覚えてくださいということです。まあ、そんなことをしなくても覚えられ、英語で覚えられますっていう人はそれでいいです。で、ちょっと僕の場合そういうの苦手なので、暗記するの、暗記科目大嫌いだったんで、歴史とか地理大嫌いで、未だに嫌いですよね。で、なんだっけ、BCR295 ってついた場合、この295は何かというとですね、これ幸福点なわけです。幸福点というのはこう、これ赤い線じゃなくて黒い線ですね。こう、フックの方向、法則で上がってきて、ここで幸福棚があって、こういくと。ここが幸福点です、ここ。ここの、ここが295ニュートンパーヘフミリメーターというと、ことを表してますと。これ、ここを表す場合もあるんですね。SN400 っていう場合、ここを表してるわけです。強度ですね。ここは、頂上は強度ですね。で、ここは幸福点ですね。幸福点。組成化が始まるところですね。で、建物全体でもこういうカーブをよく、ここからこう、まあ、正確にはこうちょっと曲線なんですけど、こう水平に引くような構造全体のね、フレーム全体のカーブもこういう形になるんですけど、ここを幸福点とか、組成ヒンジとか幸福ヒンジとか、まあそんなように呼びますよね、ここの部分。フックの法則が終わるところですね。で、295は幸福点を表していると。で、びっくり成形で幸福をつかむと。びっくり成形で、美人になって幸福になると。よく非常にくだらない語呂合わせですけども、まあ、くだらない分覚えやすいかなと いうことですね。で、正確には幸福点または体力の加減値と書かれてます。正確には幸福点または幸福点とここ、または体力の加減値というのはどういうことかというと、まあ、体力っていうのは、まあ、幸福点とほとんど一緒なんですけども、まあ、フックの法則が終わるところと一緒なんだけども、こう丸い、このように丸いやつ、丸く変化するやつだと、歪み 0.1% とか 0.2% の歪み度のところを疑似的な幸福点と、仮定することがあるんですね。その場合体力とそこの部分を言いますね、と言います。まあ、今回はこの295が幸福点というのを覚えちゃって、 BCR っていう記号と295が幸福点ですね。で、他にもですね、まあ、BCR、BCP は、これは冷間ロール成形交換で、 BCP は冷間プレス成形交換ですね。まあ、これを除いて考えると冷間成形交換で同じですけど、で、まあ、角型っていうのは角っぽくなるから角型交換、冷間成形角型交換と、これ一級建築試験でこういうふうに表記されてます。冷間成形角型交換ですね。あと STKN は一般構造用円形交換ですね。一般構造用円形交換、これで次数の規格です。この2つは次数の規格で、まあ、これ捨て勘で覚えると、捨てる勘からの勘で、捨て勘で覚えておくと、捨て勘で勘からだから丸だと、覚えやすいかな。で、STKR はこれ四角い方で、この場合の R はロールじゃなくてですね、レクタングュラーですね。ちょっとややこしいです。レクタングュラーは、長方形って意味ですけど、角型ですね。一般構造用角型交換 STKR と。で、BCR、BCP は大臣認定で、STKR は JIS の製品ですね。まあ、こういうのもよくありますね、JIS と大臣。JIS になってないやつ、例えば、光力ボルトの、締め付けるとこうピンテールが外れるやつ、あっちは大臣認定で、こう六角光力ボルト、こうトルクレンチで締める方は JIS というふうに分かれてる場合がありますよね。 でこれ何の問題かというとですね、ちょっと戻ると、ここギュッてぐるって回してですね、ちょっと戻しますよ、こうぐるって回してぐるって四角くしますよね。ここ四角くするってことは、こうぐーっと折り曲げて、普通折り曲げるとこうピュッて戻っちゃう、弾性だから、これ弾性ですね、フックの法則で。幸福点を超えると戻らないわけですよね。ここを超えて、このイールドの点ですね、幸福点を超えてこっちに行くと、そうすると力を抜くとこっち、ここ、歪みが残ると、こう行ってこう力を抜くと歪みが残るわけですね。で、残った歪みがここになってるわけです。曲がったまんまってことは残留してるわけですね。で、ここがですね、この組成化した部分、ここから先が組成化になりますよね、ぐーって伸びていく。幸福点から先が組成化ですけども、こっちが弾性でこっちが組成ですね。弾性組成。
まあ、男性と女性で覚えろって前、言いましたけど、男性と女性、男性と蘇生です。男性は直線的で女性は曲線的で蘇生です。で蘇生化してると、蘇生化するとどうなるかというと硬くなるんですよね。変形がしにくくなると、要するに人生が低下するわけですね。変形が しにくくて粘りがなくなって、人生が低下するということで、で、角の部分の変形性能が劣るようになります。角の部分の変形性能が劣ると、蘇生的な加工による影響ありと、ここ重要な部分ですね。これ覚えてください。こうグーッと曲げ鉄板を曲げてこういう角を作ってるわけですから、これ蘇生変形してると、そうすると角の部分の変形性能が劣るわけです。ここの部分がこう伸びたり縮んだりする性能が劣ると。ただし、まあ、この赤い線が、蘇生後のラインになると、こうかか角を作っちゃったところは、こう角の部分だけ見るとこういうか大雑把にこういう感じになって、強度は上がってるんだけども、高さはですね、強さは出るんだけども、これ変形が弱くなると、変形しなくなってすぐ壊れちゃうということが問題ですと。だから応力を割りますわけです。応力を割ります。冷間成形化型交換の柱は応力を割りますと覚えてください。冷間成形化型交換の柱は応力を割ります。で割ります率はですね、6ミリ以上、これ6ミリっていうのよく出てきます。6ミリっていうのは、ちょうど境、軽量テックと重量テックとちょうど境とされてる値ですね。これでよく境になっています。で是方上ですね、4ミリが境になってますね。減価償却ってまあまあ分かんないかもしれないけども、その辺の境がここになって 4ミリになってますけど、この構造的には6ミリが境のことが多いです。で STKR が 1.4 倍、 BCR が 1.3 倍、 PCP が 1.2 倍と、まあ、これは多分 1.4、1.3、1.2 は多分まだ出てないと思いますけどね、まあ、これが出るかもしれないんで、心配な人は覚えればいいと思うんだけど、まあ、僕はここまで覚える必要ないかなと思います、ね。まあ、これに書いてあるんでね、これ書いてありますし。で、あともう一個重要な点が、筋間に引っ張られて面外に変形しないようにすると。どういうことかと言いますとですね、この、柱の、これが柱ですね。これ柱の断面と。これの柱の断面で、ここに筋間がくっついてると。そうするとこれ筋交いと、これがセットでプレートでここで寄せしてやってて、こっちに引っ張られるとですね、これ赤い線みたいにメコっていっちゃうんですね。メコっと、ここがメコっと面の外側に、この面の外側に引っ張られてしまうと。なのでここに内側にですね、補強のプレートを寄せしたり、まあ周りにこうなんかつけたり、いろいろ工夫する必要があるよという話です。これがこの極次の解説の方に書かれてますよね。これね、これも注意しなさいと書かれていますと、まあ、これも試験にも出てますんで、ここ薄いんですよね。要するに板が薄いので、ここにこのペラペラの部分にこう力がこう引っ張ったり押したりする力がかかると非常にやばいということですよね。であとですね、接合部はどうしてるかというと、こういう板をですね貼って、ここにちょっと分かりにくいかな、ここにこれ、フランジ、針のフランジをここに溶接する。これ板はここ。柱がこうあったら、前から見ると柱がこうあったら、ここにこう板を挟むんですよね。こう板を挟んで、柱を輪切りにして、こう板をこう挟むと。ことですね。で、ここにこうつなぐわけです。針をですね。そうしないと、こうすぐ、針を直接ここに溶接すると、すぐめこっていっちゃいますよね。板なんで。なのでこういう柱を横断する輪切りにするような厚い板をここに入れると、これダイヤフラムって言いますね。ダイヤフラムですね。ダイヤフラム、これはダイヤフラムと言います。でこれはまあ普通当然これやるんですけど、ここも注意しなさいって言ってるわけですよね。ここの仕口の部分、このブレースのここの取り口の部分、端部とここの取り口の部分をこれめこっていくので注意しなさいと言ってますね。でここを注意しろと書かれてます。これですね。ですから応力を割りますというのと、筋交いの、この取り付き部分をしっかりさせなさいと。でリブプレートとかで補強すると、要するに内側にプレートを
溶接したりして、まあ、内側なのでちょっと溶接しにくいけども、そこにつけて、板がふにゃってならないようにしなさい。リブプレート、プレートは板ですよね。リブっていうのはあのスペアリブと一緒で、この肋骨のことですよね。なんかそういう補強の板のことをリブプレートとか言ったりします。で、もう一回まとめですけども、この重要な点が3つですね。 C0 が 0.3 以上と、これ1ですね。ルート1は1の1、1の2は C0 が 0.3 以上、 0.3G で計算しなさいと。保有水平対力は勘弁してやるから 0.3 以上で計算しろということです。で、保有体力接合ですね。保有体力接合、あの筋交いがパカンと外れないように、破断強度を降伏強度の 1.2 倍にしなさいというやつですね。で、角型交換の柱も注意しようと。応力割り増し、応力割り増し、ここちょっとめんどくさいこと書いてあるので、体力比確保等と、まあ、これはまた機会があれば説明しますけども、で要するにここ角型交換は注意しろということです。冷間成形角型交換ですね。冷間成形角型交換は注意しろということです。この3つですね、よく覚えてくださいね。このここで、関係していきます。 0.3 こちらだけですね。よろしいですかね。で、ミカオチャンネルではここをクリックするとですね、こういろんな建築のいろんな分野が出てきて、それの構造施工をクリックするとここが出てきて、この順番に見てほしいんですよね。まあ、例えばもう今やってるルートの構造計算ルートの話、耐震計算ルートの話では、ここから耐震計算の流れ、サクッと解説のところから、保有水平体力、必要保有水平体力、合成率、変身率、C0、保有体力接合、それで今回ですね、この順番で見ていってほしいと思います。で、毎日、まあ、いっぺんに見ると僕のカバカ見てて、嫌になるので、まあ、電車の中で1本とか2本ずつとか、行きに1本、帰りに1本とか、そういう感じで見ていただけるといいかなと思います。はい、今日はここまでです。今日の、イラストとかこの辺からいっぱい持ってきてます。この辺からですね。はい、ありがとうございます。さよなら。